こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いてみます。今日の四字熟語は大声疾呼です。大きな声で慌ただしく呼び立てること、また叫び立てること。使い方は大声疾呼して事態の急を告げるなどと使います。だから大声疾呼を楷書で書いてみます。今から大声疾呼の行書を書いてみます。それでは今から大声疾呼を草書で書いてみます。それでは今から大声疾呼の創作作品を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。